サうとり作。アゴょう取物帳。んば丸、受け取り。川風。アゴろうさん。まあ、もう一つ召し上がれ。せんに取りもつの。へへへ。病きのせいじゃあるのにな。はい変わらず悪い口だ。いくら足が下ごでも、船遊びぐらいはいたします。これがあたしのょ病でね。まあ、いっぱい召し上がれ。 川ムから照り返す日の光が、屋根ぶれの障子にちらちらと動く。向こうは水神の森、波止めの杭に柳がなびき、ちょうど揚げ塩で川風にうっすら潮の蚊が混じる。青十郎の取り持ちをしているのは、神田の御用聞きのひょろ松。その名の通り、麹物の燃やし豆のように、どこもおかしくもひょろりと間飲みがしていて、 朝黒い影星面が詐欺のように嫌にひょろ長い首の上に乗っている。長いことにかけては、あご重郎のあごとこう一つい。酒と名のつくものなら酒くらいにも酔う男。それが屋根ぶれでむやみと取り持ちをしようというのだから、これには何か違和感がありそう。やつぎばやの追っかけつっかけで、あご重郎、さすがにだいぶご命定の様子。ぐにゃりと首を泳がせて、 時に、ひょろ松、お前、今年、いくつになるええ、三十に近いんで。お前の三十に近いも久しいもんだ。本当の年はいくつだ三十死でございます。それなら四十に近い。いや、三十の方に近い。ふっふっふ。小話だの。それはいいが、その年を下げて、こんな芸しかできないとは、お前もよっぽどマジあたりだ。下手にとぼけた顔で、 それは何のことでございますやらま松、相手を見てものを言え。顎十郎、長い顎の先を撫でながら、ニヤニヤ笑って。おい、お見通しだよ。お前、おじきに授けられてきたろう。ようでございますご条だの。それそれ、下手にとばけたお前の顔に頼まれてきた、と書いてある。俺の口から頼みます、願、ね、いますでは、天下のよりき筆頭の誇言に関わる。 あの通り、口やしいやつだから、酒でもたらふく飲ませ、食い物をあてがって、うまく騙して、なんとか知恵を借りてくれ。呼ばせせえすりゃ、いい気になって、なんでもペラペラ喋るやつだ。どうだ、よロマツ。まったく、その通り。つい、うっかり口走って、へへへ、と、曲げしへ手をやり、てめれ言ってしまっちゃ、しょうがねえ。言われ、何のために苦労したんだがわかりゃしない。こいつは、おしくじり。 鼻っから間の抜けた話だ。下戸のお前が柳橋へ行こうの、屋根船にしようのと、水を向けるからしてあんまり知恵がなさすぎる。ふっふっふ。まあ、そうしょげるな。これでも、俺は気がいいからの。無下に、お前の顔を潰すような真似はしない。取り持ちに免じて、ある知恵なら貸してやる。広松ぴょこりと頭を下げ。さすがは、アゴジさん。アゴ郎は、船ビりへ、だらしなくほうずえをついて、 おだてるな。それで、今度はどんなことだへえ、と言って、急に顔を引き締め。それがどうも、少し、桁外れな話なんで、あなた、ひ、ひちくどいことはお嫌いだから、ってり早く申しますが、実は、このごろ、ご内で、妙なことが始まっているんでございます。青十郎、のんびりとした声で。うん。妙とは、どう妙それが、どうも、捉えどころのねえ話なんで、 どうしたものか、この月花から、江戸の市中が水を打ったようにひっそりと、静まり返っているんでございます。どんなことがあったって、日に当夜や二重は、欠かしたことのねえ小割が、これでもう十日ほどの間、ただの一つもございません。当兵もなければ、ゆすり、白旅、二材物、あんま、何一つない。五番所も爪所も、丸っきし五葉がなくなって、船が餌付きをするように、あくびばかりしているんでございます。 なるほど。そりゃあちんだのう。ひょるもつはうなずいて。江戸中の悪い奴らが、一人残らず地アにでもかかって知りたいてしまったのか。あっは実手を預かってから、もう十年の上になりますが、まだ覚えもねえような滅亡な話なので、いろいろ頭をひねってみましたが、解目、検討がつきません。心配というのはそれだけではない。実は、南番ンや、何かはっきりと当たりがついたらしく、同心の藤波ともえが、 センブリのセンターを追い回して、しきりにあたふたしております。向こうが追い込みにかかっているというのに、こっちはあっけらかんと口を開いて眺めているというんじゃ、月番の北の番所としちゃ、実にどうもやるせのねえ話なんで。それで、モニカーの旦那様も、薬きとなっていらっしゃるのですが、今言ったようなわけで、どうにもしょうがない。はっきりした見込みはつかずとも、せめて方角ぐらいはついてねえことには、また南の奴らの、 笑い者にされなくちゃなりません。そうだとありゃ、いかにも諸笑いだ。ひょろもつは、情けなそうな顔をして、そう済ましていられちゃ困ります。何しょ、あなたは、飢がの毎日、判例帳の、許し帳のと、番所の誇張面ばかり、ひっくり返していられる水卿な方だから、前例のあることなら、多分ご存知だろう。もし、そうだったら、それはどういう次第で、どういうおさまりになったものか、ひとつうまく聞き出して来い、という、 旦那様のお言いつけなんで。それで、こうしてならねえ取り待ちなんぞをいたした次第なんでございます。と言って、膝を進め。ね、お十郎さん。古い頃、例えば、鎌倉時代にでも、こんな試しがありましたろうか。青十郎ろ嘘吹いて。はて、一向に聞かねえの。こりゃ、情けない。前例はねえとしても。では、何かあなたのお見込みがございましょうか。お見込みなら少々ある。 ひょろ松は、思わず乗り出して。へい、それは。まもなく、ご不内で、どえらいことが起こる。大黒大久保彦左衛門以来という、江戸ではもう名物の一つになっている、名題の五条親父。昌面組の森川昌兵衛が、今の踏みへの上にうつめき込んで、何かしらん脇目も振らず、コツコツやっているところへ。 例の通り案内も壊ずに、ひょろりと入ってきたのがふと郎。ろで押したまま敷居際に突っ立って、よう、と、ひともなげな挨拶をすると、遠慮もなくずかずかと入り込んできて、おじの横へ大あぐらをかく。しょうべ兵はあごじゅうろうの声を聞きつけると、どうしたのかひどく慌てふためいて、あたふたとありあう本で、ふみずくへの上のものを覆い隠すと、三白眼を釣り上げ、 大きなメガネ越しに、アゴジュロウの顔を睨み上げながら。いくら言っても聞き分けがない。おじに向かって、ようなどという挨拶があるか。たしなませこのゲスもの目が。アゴジュロウは空吹く風と聞き流し。時におじうえ、あなたもめっきりお年を取りましたな。そうしてしょんぼりと、踏み机の前に座っているところなんざ。まさに、大杖の鬼の念仏。いつまでも、じゃじゃばっていられずと。 早くお役ごめんを願って、ウイマゴの顔を見る三段でもなさい。ショベは膝をかきむしって。またしてもまたしても、言わしておけばのほずもない。毎朝三百棒を振るこの俺を、追いぼれとはけしからぬ。これ、この俺の、どこが追いぼれだまるで、こんら童子がら同時が、引きつけたような顔をして生きり立つの。アゴ従郎は相手にもせず。まあまあ、そうご立腹をなさるな。 それはそうと、今さっき、何かしきりにこそこそやっていられたが、偽金でも作っていたのですか小兵はうろたえて。くぅ、冗談にはほどがある。出任せを言うのもほどほどにしておけ。手前が入ってくると、慌てて本で隠しなさったようだが。一体、何をしていらしたんです小兵は、いよいよもって老媒し、体で踏み机を隠すようにしながら。え、何もしておらんと申すに。 そんなら、その本を取ってお見せなさい。と言いながら、踏み机の方へ手を伸ばしかける。小兵は薬器となって、青十郎の手を払いのけながら。これ、何をするお者くな真似をするな。よってはならんと申すに。いいから、お見せなさい。ならん、ならん。揉み合っているところへ、小兵の秘蔵っ子の花よが入ってきた。今年十九になる、惚れ惚れするような器量よしで、さすが血筋だけあって、 こだわりのないさっぱりとしたいい気立てを持っている。青十郎とはこの上なしの言葉がたきで、またごくごくの長吉でもある。花世は父と青十郎の間へわざと割り込むようにして座って、あどけなく首をかしげながら小兵衛に、うもうできましたかえと言いながら踏み机の方を覗き込む。小兵衛はまたしても慌てふためいて、忙しく目顔で知らせながら、できたとは何よ わしは知らんぞ。花屋は、演じるような顔で。おや、いやな、そら、ご存うのことでござります。顎十郎は、そっくり返って、ふわっふわ、と笑いらしい。いや、はや、こいつは大笑いだ。あなたはうまく隠しおうせたつもりだったでしょうが、種はさっきから上がっているんだぜ。半版だけは本で隠しても、膝のきくずはごまかせない。あなたがごはっとの、 大黒尊像を半切れ起こしていたことは、さっきからちゃんと見抜いているんです。頭隠して尻隠さず、おじうえ。とじのせいで、あなたもだいぶろくなすったね。ほら、証拠はこの通り。急に手を伸ばして、踏み机の本を跳ねのけると、その下から大方掘り上がった大黒尊像の半切が現れた。これは、例の幸運の手紙と同じもので、 井の八枚取り、台に吸った大黒天造二枚一つ包みにし、叱るべき、無縁無縁の全難全漁の家に密かに反付するもので、それだけに、一枚は炭素の引き出しに収め、一枚はこれを藩に起こして、百件に配布すべし、と書いてやるのを常とする。これを行う者は、福徳家内に満ち、これを行わる者は、必ず最悪を受けるというので、これを受け取った者は、 小のがじし1枚ずつを半儀に起こして配布するので、わずか三月と立たぬうちに、大国尊蔵は日本のつ筒裏々にまで行き渡るような大勢力となった。幕府は大いに老媒し、文政二年の末頃、禁令を出して取り締まったが、また二月ほど前から尊蔵半婦が急に大変な勢いで流行し始めた。青十郎は海机の上から半儀を取り上げて、 にやにや笑いながら。たとえ昔でも、はっとははっと、それを取り締まるべきよりき筆頭のあなたが、こんなことをなさるなどは、じと受け取れぬ話ですね。小兵は、照れくさそうに、額に手をやり。悪い奴に、悪いものを見られてしまったわい,い。見やらされた上は、潔く白状をするが、何もこれは、迷信などを信じてやったわけではない。お前も知っての通り、花江は、木のえねの年の生まれ。 大国様の申し子のようなやつだから、それで、こうして、幾分の義理を立てておる。これだけは、見逃してくれ。アゴジュロは、聞くでもなく、聞かぬでもないような様子で、反疑をひねくり回していたが、何を認めたものか、ほうと、声を上げ。こりゃあ妙だ。おじうえ、この存像は少し変わっていますぜ。今までの大国尊像は、俵を踏んまえて、その下にネズミが2匹いる。 誰でも知っている通りそれだけのものだが、これ、ご覧なさい。この尊像にはこんなわけのわからぬものがついている。見ると、なるほど、尊像の空白にお灸の跡のような妙なものがついている。それはこんな風なものだった。 やたぼり。小網町の船宿で別れたきり、その後、三日になるが、用として矢後十郎の消息が知れない。弓町の住居にも帰らないし、小兵衛の屋敷にも寄りつかない。また、例のごとく、中元部屋にでも戸黒を巻いているのかと思って、脇坂や上杉の部屋を覗き込んでみたが、姿が見えぬ。うこうしているうちに、南番所の方では、いよいよ追い込みにかかったらしく。 やたぼりの近くにおびただしい人数を張り込ませ、目覚ましいまでに色めき渡っている様子である。ひょろ松は気が切れない。手に物もつかぬようにじれきっているところへ、ちょうど四日目の朝になって、あごじゅうろうが大平な顔でぶらりとやってきた。あごじゅうろうの声を聞きつけるより早く、ひょろ松は奥から泳ぎ出し、食ってかかるような調子で、はぽじゅろさん 広く気をもわせるじゃありませんか。一体、今日までどこに雲隠れしていたんです顎十郎は、懐で押して、のっそりと突っ立ったまま。実は、長崎の方に友達ができてな。ちょっとそこまで行ってきた。ひょのツはむっとして、冗談なんぞ言ってる場合じゃありません。こっちは大変なことになってるんです。しっかりしてもらわなくっちゃ困ります。それで、何か検討がつきましたか顎十郎は、ケロリとして、引き受けた覚えはないが、 検討だけはつけてやった。ひょろ松が総合を崩して慌て出すの。青十郎は手で押さえ。それで、南じゃこの頃どんなことをやっているひょろ松は藤波と千ぶりのセンターが、やたぶりに人数を張り込まして、大笑わ,わになっていることを話すと、青十郎はふんと鼻を鳴らして、これはちと物騒なことになってきた。まごまごすると、お蔵に火がつく。南でやろうが北でやろうが、俺にしちゃ。 どうでもいいようなもんだが。なることなら、やはりおじきに手柄をさせてやりたい。どんなことになっていいのか、ひとつ、様子を見に行こうか。え、おともします。急ぐのかと思えば、そうでもない。大善たるおももちで、ひょろ松と並んで歩きながら。お前との約束があったが、実は、少しからかってやるつもりで、あの足で、金付町へ出かけて行ったんだ。えじゃあ、そこ終わったんですかと思ったんだが、そうはしなかった。 その代わりに不思議なものを手に入れてきた。と言って、ところから一枚のすり物を出し、それをひょろ松に渡しながら。ひょろ松、お前、これを何だと思うひょろ松は受け取って眺めていたが、つまらなそうな顔で。これは、この冊流行りの縁起回しの大黒絵じゃありませんかこれは、言ってどうだと言うんですそうか、お前にはそうとしか見えないか。ひょろ松は、改めて目を据えて眺めていたが、 そのうちに、尊強な声を上げ。なるほど。これはあちと張っている。この五石のぶっちゲのようなものは、一体何なのでしょうまさか五目並べの課題でもあるめえが。青十郎は、にやりと笑って。それだけでもわかりゃ、ジョーノブだ。それは外、妙なのはそれだけか。目の栗玉を据えて、もう一度、よく見ろ。ひょろ松は、多滅、菅滅、大黒栄を眺めていた。張ります、あります。はあります なるほど。妙なところがある。大黒様の左肩に、破れのようなものがかすかに見えるが、矢を背負った大黒様とは珍しい。ヘルマツ、縁起回しのすり物には、ネズミが何匹いたっけな気持ってるじゃありませんか二匹です。この大黒様には何匹いるなるほど。これは、ケブだタワルの後ろから鼻の先を出しているのがある。ヒーフーミヨ。みんなで四匹おります。 ひょろ松は目を輝かして、これはどういうおしゃれなんですこれが今度の行きつに何かかかりがありますんでしょうか聞こえたのか聞こえるのか、あごじゅうろ、何の返事もしない。長い顎ごを振って、あちこちと貸しっぷちの景色を眺めながら、ぶらりぶらりと歩いてゆく。鍵柄町の浅野の屋敷の前を通り、川っぷちを伝いながら、やたぼりの近くまで行くと、 暗屋敷の並びの大黒堂の横手に、五重ばかりの汚い布子を着た、セッタ直しが、薄い秋の日だまりの中で、せっせとセッたをつくろっている。ひろ松は、それに目をつけると、肘でそっとアゴジをついて、アゴジさん、あれが富士並ですぜ、と、さえる。アゴジューーは、ほう,ほうとう、なずきながら、さりげない様子で、お堂の右左を眺めると、なるほど、いるいる。 花売りに買ったいぼ手相見もいれば、雨屋もいる。そうかと思うと、子供連れで、三景の前南子に化け込んでいるのもある。人数にして、およそ三十人ばかり。三景の人並みに紛れながら、四方からひしひしと、お堂を取り詰めている。顎十郎は、うーん、と、口を開いて、大がかりな取り物を見物していたが、やがて、ひょろ松の方へ、長い顎を振り向けると、おい、ひょろ松、このんじゃ、 どうやらこっちの勝ちだぜ。と、のんびりと言って。これだけ見りゃ、もう十分だ。じゃあ、そろそろ引っ返すとするか。根の日八たぼりの大国道を後にすると、あごじゅうろうは、油町から右へ折れ、ずんずん八げ堀の方へ歩いていく。ひろまつは気にして、あごじゅうろうさん、これじゃ、道が違いはしませんかと言ったが、 でんで耳を貸さず、矢の倉から毛利の屋敷の方へ曲がり、横丁を回りくねりした末、浜町二丁目の貸しっぷちに近いところへ出た。見ると、大国道と堀り一つ隔てた向かい岸、橋一つ渡れば住むところを、ご飯時も大回りをしてやってきたわけである。広松はあっけに取られて、これは驚いた。ここはやたぼりじゃありませんが、ひ,ひなこ。 きつねにつままれたわけでもありますねえね。一体どうしたというわけなんです青十郎は依然として無言のまま、先に立ってやたぼりから横丁へ織り込み、大きな料理屋の筋向むかいの伊豆茶屋の中へ入って行く。ひょろ松は証拠となしにその後について行くと、青十郎はずっと奥まったゆしずの影の将棋にかけていて、ひょろ松がそのそばへ引き並んで座るより早く、やくような声で、 この辺に番所があるか籠屋があるかいつもの顎十郎と様子が違う。ひろ松は、狂されたようになって、思わず、これも小声になり。あの、ろみの下がば板で、籠屋もつい近所にございます。顎十郎は、鼻をほじりながら、うっそりと、小屋の内外を見回してから。なあ、ひろ松、ご夫終のるは、その後、まだなりを潜めているだろう。それに違いながろう。 ええ、その通りでございます。お前に、まだそのわけがわからねえかそれは、なりを潜めているんじゃない。江戸にいないのだ。えそれだけの人数の悪が、一体何のために、皆江戸を離れていったのだろう。何か思い当たることがないかどうも。こないだ、オーカーの屋根舟で、間もなく途方もないことが持ち上がると言ったのは嘘じゃない。やはり、俺の見込み通りだった。 未然に防ぐことができれば、それに越したことはないが、さもなければ、大変な幕府の損害になる。いよいよ、ささやくような声になって。お前も、多少は聞いているだろうが、今度幕府が外国から買い入れた、例の管理丸。これは、オランダのカンテルクというところで建造された軍艦で、木造蒸気内車、宝十二門、本、バリキー百、二百十トンという素晴らしいやつだ。 それがはるばる開口されてきて、来月の中頃、長崎で受け取ることになっている。この代価が十万ドル。日本のお金にして二十五万両。この金が、馬の背に積まれて、長崎まで下る。どうだ、ひょろ松。ひょろ松は、あっと抜け取って。それだすると、江戸の悪者どもは、真っ青になって、ブルブル震えていたが、急に狂気したように、両手で、 あごじゅうろうの腕をわしづかみにすると、そ、それで、その金は、昨日、江戸を出たはずだ。け、それじゃもう、んまに会いませんかなんとも言えないが、やるだけやってみるより、しょうがあるまい。ところでロ松、ひょろまちょっと向かいの料理屋へ行って、今日、三十人ばかりで、要求結界の会をやりたいのだが、席があるかと聞いてこい。ひょろまは無我夢中の手で、水茶屋から出て行ったが、まもなく戻ってきて、 今日はボロンジの一夜切りの会があるので、夕方まで売り切れになっているということでございます。アゴジュロウは頷いて。んそうか。それでいいのだ。ひょろ松は席にもいたたまれるようにいらって。それは相当、アゴジュロウさん、こんな水屋や,やなんぞで、のっそりしていていいのですかあしはもう。立ちかかるの。アゴジュロウは腕を取って引き止め。まあ慌てるな。少し落ち着いて。 向かいの料理屋の看板を見ろ。何と書いてあるひょろ松は、吉津の間から料理屋の方を透かしながら、口の中で、大黒よ。大黒よと、つぶやいていたが、急に横手を打って、あ、わかりました。すると、あの縁起回しの大黒へのすり物は、えときで場所を知らせる、会場のようなものだったんで。いかにもその通り。それで今日は、一体何日で、そして何の日だ 今日は九月四日。指を折って。一日が鳥でしたから、猿、犬、いい。あ、根の四日。それで、ネズミが四匹か。どっちみち、あのご石を並べたようなのが、手がかりの元になったのでしょう。一体、あれは何でありました顎重郎は顎を撫でながら。俺も、あれには一服吹いた。何の不調なのか、一向にわからない。少し嫌気がさして転がっていた船宿を出て、 小田原町の通りをあてもなくブラブラ歩いていると、すぐそばの路地の奥で、尺八の師匠が、レレツローロとやっている。何の気もなく、二三丁行き過ぎたところで、これだと思いついた。なるほど。そういや、尺八の不本にある不調だ。ただ、のべったらになっていたので、わからなかったのだ。大黒屋をその師匠に見てもらうと、これは尺八の不じゃありません。一湯切りの不だという。それから、日本橋の本屋へ行って、 石案の一湯切り温古対戦というのを買い、指穴のように上から五つずつ区切って読んでみると、ちゃんと文句になっている。昼、八つ、やたぼり。と言って照れくさそうに頭に手をやり、ところで藤波ともえの方が俺より五日ばかり早かった。ただ藤波のやつは絵姿の絵きができずに、いきなりやたぼりの大国道だと思い込んでしまった。 藤波だって、ヤバも四匹のネズミもちゃんと見ていたことだろうが、あの間抜けな絵解きができなかったのは、あいつの頭があまり鋭すぎたからだ。例えば、南部の絵語読みを、学者よりも百姓の方が上手に読む。所詮、頭が正直で、迷わずにあるがままに物を見るからだろうって。ともかく、早く大黒屋をひっ包んでしまえ。ひょろ松は、そっと水茶屋の裏口から抜け出すと、長いすねで、 盆ンの窪を蹴上げるようにしながら、無酸に八丁堀の方へかけていった。八田堀の、大黒屋に集まっていたのは、一団の資料株で、淡田口新之丞、石丸萌平、佐田長九郎、杉村友太郎、山屋勘兵、以下十名。いずれも勤農崩れのならず者。勤農を名にして、木曽路や東海道で強盗を働いていた連中、歓林丸の金。 二十五万両が東海道を下ることを聞き込み、江戸の悪者どもを借り集めて街道に配置し、自分らはここで勢ぞろいをし、要金の後を追って、まさに発足しようとしている危ない、際どいところだった。